百州武道具店の動画。こんにちは、百州テレビショッピングのお時間です。今日ご紹介するのは全米が泣いた全自動ゆで卵むき機エッグピーラーです。いやマイケル、ゆで卵をむくのって本当にめんどくさいよね。誰がマイケルじゃ。わかるわかるよ。でもそんな時これさえあれば、あんな卵もこんな卵も全部一瞬でむけちゃう。その秘密はアメリカの NASA が新開発した未来型 AI テクノロジーにあるんだ。この AI が適切な殻をむく角度、スピードを自動的に判断し、信じられないスピードで次々と卵の殻をむいていくんだ。信じられるかい、ナンシー。ナンシーってわし男やで。わかるわかるよ。人って自分の目で見たものしか信じられない生き物なんだ。じゃあ早速やってみよう。準備はいいかい、ボビー。どう見てもこの顔でボビーちゃうやろがい。すごいのに、本当にすごいのに、ちょっと張り切っただけなのに。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、今日はどうしても小手打ちが斜め打ちになってしまう、斜め打ちになってしまうっていうお話をします。これ難しいよね。なかなか治らないよね。先生から小手打ちを斜めから打ってるよって注意された人いないかな。多分全国に3万人ぐらいいると思うんだけど、そのぐらいみんなやってる癖なんです。僕自身も中学の頃は完全にやってました。だってこの方がかっこいいし、最短で打てるしとか思ってたんだもん。この小手を斜めから打つっていうのは何がダメかっていうと、とにかく左手が体の中心から外れてしまうので、刃筋が通らないんだよね。刃筋が通らないってことは一本にならない。それと相手にこっちが小手を打つっていうのがバレるんだよね。だからあんま良くないってこと。今日このビデオを見るだけで、小手打ちが斜め打ちになる2つの悪い例と、それぞれの原因と直し方が分かるようになります。だからこのビデオを見て一生懸命練習すれば、面を打つのか小手を打つのか分からないような起こりで、最速最短で先っちょで当てるような小手ではなく、打ち切るような小手の打ち方が分かるようになります。もう当てっこ剣道は卒業だ。それではまた今日もできるだけ分かりやすく説明しますので聞いてください。スタートです。悪い例その1としては、左手は体の中心にあるんだけど、斜めからとか横から打ってくるような小手。ここでちょっと考えてほしいんだけど、小手打ちっていうのはスピードだけで打ってるわけじゃないんだよね。スピードだけだと絶対こっちが打っていくより相手が避ける方が早い。じゃあ何かっていうと、相手が面を打ってくるのか小手を打ってくるのか分かんない、ここ迷う、反応が遅れる、その一瞬の隙を打つから当たるんです。ということは、こちらはどういう小手を打たないかといけないかというと、相手に面を打つのか小手を打つのかバレないような小手打ちを打たないといけないわけです。難しい言い方をすると怒りって言います。怒り、面の時にはまっすぐな怒りで、小手の時には斜めからの怒りだと、小手を打っていくぞっていうのがバレちゃうんだよね。面を打っていくのと同じようにまっすぐな起こりで小手を打つと、相手からすると、あ、面来るのか小手来るのか分かんないってなっちゃうわけだよね。だからもうあと少し、非常に今もったいないことしてます。もうちょっとでできます。じゃあ早速直し方なんだけど、この小手を横から斜めから打つっていう人のほとんどが、右手で竹刀を引っ張り上げるような打ち方をしてるんです。こんな感じでね。これはここが中心になって竹刀が動いてる。じゃなくて、ほんの少しでもいいから左手を使うんです。左手を押し出すように小手を打ちます。竹刀のどこが中心になるかというと、さっきここだったんだけど、今度はここです。ここをグー、ここを打ちます。ここを固定して打つような小手打ちをします。右手で竹刀を引っ張り上げると、どうしても斜め打ちになってしまいます。じゃなくて、中心をグーッと攻めて最短で一瞬で小手を打つためには、左手を押し出すようにして、ここを中心にしてパクッと、そういう小手打ちが打てるともっと上手になると思います。悪い例の2としては、左手そのものが体の中心から外れちゃって、こういう小手を打ってくると、これはもしかすると先生の指導もあるかもしれないんだけど、左手が自分の体の中心から外れた時点で、基本的には刃筋っていうものが通ってません。だから一本なりません。ここでイメージしてほしいのは、ハエたたきなんだけど、ハエがいて、ハエたたきするときに、横からこんなハエたたきする人いないでしょ。ハエ逃げるよ。必ず最短距離まっすぐ行くでしょ。これと同じ。こんな大げさにやんなくても大丈夫だから、その方が早いから。
小手打ちっていうのは相手がまっすぐ構えてたら相手の竹刀と平行に打っていきます。絶対こうクロスしないんだよね、交わらない。相手の竹刀と平行になるように打っていきます。あとは左手とおへそがつながってるイメージです。剣道では左手は必ず体の中心にあります。そして最後にこういう打ち方をしている人っていうのはね、両肩が水平になってないんです。必ず左肩が上に上がっちゃってるんだよね。こういう打ちになってるから、とにかく左肩が上がっちゃってる。肩を下げる。ここは水平、両肩水平で小手を打ちます。以上が小手の斜め打ちの直し方になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。